何か言ったらどうだ。侵入者め、何者だ、じゃないのか。誰でもいいのかよ。戦わない者の名は誰も覚えない。
ここはどういう場所なんだ。警備はやたら厳しいし、何なんだかね。レコにも分からないのか。おい、離れろと言ったはずだ。言われた通り、あの場を離れた。邪魔だ、帰れとは言われていない。さあ、そこのツンツン頭、おとなしく名を名乗れ。ちなみにこっちは、伝説の妖精エコー様と、正確に何ありのしもべ、その名は、クラウドストライフ。案外素直だな。クラウドか。さっきの件はすごかった。かなり訓練したんだろうな。元ソルジャーだからな。私が見えてる？声が聞こえる？俺を何だと思っているんだ？悪いな、無礼な奴。よくしつけておけ。ちょっと面倒くさい奴かな。信じられない。そうか、面白そうだ。俺は嫌いじゃない。そういう意味じゃなくって。え？いいからとっとと追いかけて。早く早く早く。おう。Thank you.
見失っちゃった。まずいな。何がまずいんだ。あいつが傷んだからだ。あ、気づいてたんだ。俺と同じように違う世界から流れてきたブランクだと思っていたが、クラウドには元の世界の記憶がある。この世界に来るときに記憶をなくした俺たちとは違う。ボイスなら言うでしょうね。異端は殺せ。このろくでもないパラミティアに来ただけでも運が悪いのに、異端者として狙われるなんて最悪だな。同情してられないかもよ。彼は特別すぎるから。どこがどう特別だ。このマコールだよ。裸一貫でパラミティアに来た君たちと違って、クラウドはマコールと共に現れたでしょ。もしかするとクラウドはマコールごと別の世界から召喚された存在かもしれない。塔の化け物と同じようにね。いつかクラウドと戦うこともあり得るわけだ。心の準備はしておいて。いざって時に慌てないでよ。俺が慌てた方がお前は楽しいんじゃないのか。むむ、それもそうね。たまには無様に慌てふためくダメな君を見たいかも。せいぜい楽しみにしてろよ。
あんたの獲物じゃないらしい。バラミティアではよくあることよ。戦うべき獲物だけが戦いを助かる。全然嬉しくないけどな。これ以外にも稼働中の炉があるらしい。あとは俺がやる。やり方は分かった。同じ方法で止められる保証はない。なら手を貸してくれ。うん、分かった。俺も確かめたいことがある。これでひとまず仲間ね。よろしく、クラウド。まだ言ってなかったけど、私たちの名前は。あんたたちの名前なんて興味ないね。どうせこの一件が終わったらお別れだ。うわ、なんちゅう態度。ツンツン頭でツンケンしても。いや、正論だな。あっちの味方すんの？お互い目的があって手を組んだだけだろ。あいつと仲良くしたいのか？別に興味ないね。